皆様、新年明けましておめでとうございます。日本維新の会副代表、大阪維新の会代表の吉村博文です。皆さん、昨年は本当にお世話になりました。昨年の衆議院選挙、そうです。皆さんの後押しをいただきました。なんとか我々まだまだ力不十分ですけど、頑張っていきたいと思います。また、各級地方議員選挙、区長選挙も皆さんのお力で、なんとか維新の仲間を少しずつですけど増やすことができています。今年もぜひよろしくお願いします。昨年コロナ禍の中でなかなか政治活動もそうですけども、知事という立場からも本当に皆さんにいろんなお願いをしてきました。今年はコロナを克服する年、成長する大阪、成長する日本、ここをぜひ目指していきたいと思います。さまざまチャレンジする中で、時として失敗もあるかもわかりませんが、失敗を恐れずにどんどんチャレンジしていく、新しい維新の会、永田町の匂いがしない、そういった維新の会をぜひ目指していきたいと思います。皆さん、今年もよろしくお願いします。皆さんにとって今年が素晴らしい年でありますように、記念いたしたいと思います。